さん、こんにちは。今回は狙われる有名人についてです。コロナで亡くなった方は有名人が多い印象です。このような記事がありまして、世界中で新型コロナウイルスが感染拡大し、各国の芸能人の感染ニュースも聞こえてくる。その中でも日本の芸能人から次々と感染者が報告され注目を集めている。日本国内の新型コロナによる死亡者数が100人にも満たない状況で、国民的コメディアンの志村けんが亡くなったことに続き、4月8日までに明らかになった芸能人の感染者数は7人に上った。日本では有名人の感染者数が多いんですね。これは8月4日時点の状況なんですが、日々の死者数の推移と累積のデータです。日本では8月4日までで死者数は1023人です。ここで有名人の割合というのを考えてみます。ウィキペディアに載る人を有名人とした場合、各都道府県の割合を考えた記事があります。1万人のうち何人有名人がいるかデータを算出していました。例えば1万人のうち北海道なら 4.38 人有名人がいますということで、東京は少なくて1万人のうち3人に満たない数で、他の県もデータを出しておりました。1万人のうち5人以上が10府県しかないけれども、4人以上が多いので、全体で5人と仮定します。1万人のうち5人、つまり2000人に1人の割合です。で、また別な記事で同じような考察がありました。これは世界人口に対するウィキペディアに載る人の割合です。その場合に1万人に1人から2000人に1人の結果ということでした。先ほど2000人に1人ということで、これにも当てはまりますので、2000人に1人ということで、有名人の方々を追っていきます。志村けんさんが、2020年3月29日に、コロナで亡くなってしまいました。岡江久美子さん、4月23日に同じくコロナで亡くなりました。岡田公信さんは毎日放送の元テレビプロデューサー及び取締役在任中に新型コロナウイルス感染に伴うということで、4月9日に亡くなりました。立石義雄さんは大手制御機器メーカーオムロンの元社長です。4月21日に亡くなりました。で、和田修さんは俳優、声優、劇作家の方、4月23日に亡くなりました。元首相補佐官、岡本幸男さん、4月24日に亡くなりました。もう4月が続きます。横野光一さんは日本の医師、医学者、神戸大学理事副学長、4月25日にコロナで亡くなりました。また、狂言師の前竹富太郎さんも亡くなっておりましたが、ウィキペディアには載っておりませんでした。なので、これは省きたい、この方はちょっと省きます。で、勝負師幹事さん。は高田川部屋に所属していた大相撲力士、勝負師幹事さん、5月13日に亡くなりました。まだ若い方でした。で、以上の方々合計8名になります。1名載ってないので除外いたしますということで、8月4日時点で1023人一般の方が亡くなっておりまして、で、有名人8人ということであれば、2000人に1人の割合であれば1万6000人一般人が亡くなっていることになりますが、しかし1000人なんですね。2000人に1人の割合がそのまま当てはまらないとしても1桁違う数字であることは不自然です。一般人1000人であれば有名人は 0.5 人1人いるかどうかの割合なんですね。世界人口で考えた有名人の割合は1万人に1人から2000人に1人、もし1万人に1人だった場合は日本では8万人の一般人が亡くなっているという計算になります。もっと現実離れしておりますということで、2000人に1人の割合で考えたときに不自然であるということであれば、もう明らかに異常だとわかります。違う理由で亡くなった可能性があります。二次感染予防理由に遺体に面会できないということで、亡くなった真相を隠蔽している可能性があります。隠蔽することができます。暗殺された可能性があります。有名人が狙われている可能性があります。最近自殺する理由が見当たらない有名人が亡くなっています。この方も自殺ということになっておりますが、
まあ、他殺である可能性があります。このような言葉があります。自殺の9割以上は他殺だと。コロナ自殺者を含めて最近有名人の不幸が多い。有名人が狙われている。有名人が亡くなると世間の注目が集まります。大物ほど注目が集まる期間が長くなります。何かを知られたくない可能性があります。ここからはの私の説になります。日本は戦後から支配されたままだということを隠したい。第二次世界大戦で日本は負けて降伏しました。占領軍が去った後は日本が独立国になったはずでした。しかしアメリカは在日を代理にして日本を支配続けてきました。白人が居座ると反発が強まるため日本が解放されたと思わせたのです。在日の方は見た目が日本人にそっくりのため日本人に見えます。日本人から選ばれた代表だと思わせることができる。しかし日本の VIP はアメリカが選んで代理支配を続けてきました。代理者の在日からさらに次の在日へたバトンタッチと、それをぐるぐる今まで続けてきました。それにより日本の支配権はずっと奪われたままなんですね。テレビに映るものは在日の方です。なぜならば在日から選んでるからなんですね。最近芸能人有名人に帰化人が多いと分かってきておりますが、在日から選んでいるから基本は全員そうなんですね。今まで代理としてきた在日の方である有名人を狙っている。代理者である有名人を犠牲にして延命を図っています。さらに裏切らないように脅しの意味合いもあると思います。有名人が狙われている理由は私の説ですが、有名人が狙われていることは確かではないでしょうか。欧米は植民地政策を行い、黒人を奴隷としてきました。奴隷に労働させて栄華を極めたいという白人の思想が昔からあるんですね。日本だけ植民地化しないというのは不思議です。何かをされている可能性は確実にあるはずです。日本の有名人 VIP があらゆる分野で在日非華人ばかりであることは通常では説明できません。日本が未だ支配されている証拠です。今回は以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。